夢ラジオ第6569回、今日は令和6年7月16日火曜日です。時刻は午前7時半。今日は朝早くから夢ラジオの放送してますね。さて、今回は久しぶりに投資のお話をいたしましょう。銘柄分析です。トヨタ株3274円、こんなタイトルにしておきましょう。たまたま昨日月曜日の終値が3274円でしたから、そのようなタイトルですね。で、このトヨタ株3274円なんですけど、トヨタの株って昔6000円7000円で私も取引してたんですよ。あれがもう7、8年前ですかね。で、その後トヨタという会社が年ごとに大きくなり、で株価も上がってましたから、もう今頃1万5000円ぐらいになっててもおかしくないんだけど、あれって3274円株式分割したようですね、これトヨタは。で、100株単位ですから32万円で買えると。で、この株式分割するというのはね、やっぱ伸びてる会社の証拠なんですよ。で、その株式分割を発表した途端バーンと株価上がりますから、ここ4、5年ですね、株式分割、今から3年ぐらい前の2021年なんですけど、ここ4、5年トヨタ株持ってれば配当が毎年2回来ただけでなく、株価はものすごく上がったでしょう。だから10倍になる株とか狙わなくても、こういう誰もが知ってるトヨタ株を買ってほっとくっていうのもね、十分有利な投資なんですよ、実は。で、PER12.4 倍、だからまだまだ低めなんです。で、だから今の32万円で単位買えるっていうのもね、ちょっと考えてもいいものなんですね。これからトヨタが世界の自動車で一強になりそうですから、今で十分チャート見たらね、右肩上がりなんだけど、いや、まだ行くんちゃうかと。で、PBR、要するに解散価値も 1.29 倍ですよ。で、利回りは今だいたい 2% から 3% の間ですね。信用倍率が 16.56 倍。だから、この信用倍率が 16.56 倍ってことは、売りに対して買いが16倍あるってことは、やっぱみんな上がるなと思ってるっていう、それはそうでしょう。で、今年5月、今7月ですけど、今年5月、過ぎた5月に決算が発表されて、今年3月期って今年3月締めの、2023年度っていうんでしょうか。2023年度の売り上げはですね、45兆953億円、すごいですね。いつの間にか売上が45兆953億円で、経常利益が6兆9650億円で、最終利益も4兆9449億円。だからトヨタの最終利益は5兆円になってるわけですね。すごくありませんか。最終利益が5兆円、一株当たりの利益も365円で、一株当たりの配当も前年の60円から比べて75円ですから、やっぱこういう株を持ってた人は勝ち組ですねってことね。チャート見ても直近高値が3891円なんですけど、もうそれ以前にグーンと上がってるわけですね。ですから例えば去年2023年の3月頃、つまり今から1年3ヶ月ぐらい前には1700円つけてますから、その1700円の株価から見てももう倍以上になってるわけですよ。今ね、倍ほどかな。ちょうど今下ヒゲ、チャートの下ヒゲっていうんですけど、陰線を下にグーッと引いてチャートが下がり調子なんですけどね、陰線を下にグッと引いてますから、だいたいこの辺で下がり止まるかなと。つまり5月決算はすごくいい決算だったでしょ。さっきお話ししたように
ですからそれで3月にかけてぐーっと上がって3891円まで、で今3274円まで下がって調整しているってことですね。でこのトヨタの BS を見てみるとですね、総資産は90兆114億円、すごいですね。これも総資産は90兆114億円、そして自己資本が34兆2209億円と、さっきの総資産は90兆1142億円でした。失礼しました。で、自己資本は34兆2209億円と、だからまあ、自己資本比率が 38%、まあ、潰れないんですね、こういうところはね。でね、やっぱすごいのはキャッシュフローで、直近のキャッシュフローだと営業キャッシュフローが4兆2063億円、営業キャッシュフローがね。で、投資キャッシュフローがマイナス4兆9987億円。ただ、こんだけ投資やってるんですよ。トヨタは5兆円の投資をやってる。だから5兆円の投資をやってるからマイナスになるのね、投資キャッシュフローが。すると営業キャッシュフローが4兆2000億円あっても、結局8000億円ほどフリーキャッシュフローはマイナスになるんですよ。これはいいことです。これはね。で、財務キャッシュフローというのも2兆4975億円、財務キャッシュフローが。プラスになってるってことは借り入れしてるわけですよ。ということから積極的に借り入れをして、で資金調達をして、それで投資に回して、それで営業キャッシュフローで稼いだものを投資の方が上回ってるという果敢な攻めの経営やってると、これが伺えますよね。トヨタはものすごいなんか大企業に似合わず、そのアグレッシブな経営やってるんですよね。で、来年の予想も発表されてんだけど、来年も売上高、そして営業利益、経常利益、最終利益が発表されてますけど、売上高はちょっと上がってんだけど、営業利益、経常利益、そして最終利益は今年よりは下がってるわけですね。まあ今年が良すぎたんでしょうね、多分。だから来年の一株当たりの配当が75円維持できるかどうか、もう一回65円ぐらいに戻るんかな、ちょっと下がっちゃうかもしれないな、というそういう感じですね。トヨタは株式配当は毎年買えますから、いくらって決めてないんですよね。トヨタ株なんですけど、あんまり株は詳しくないけど、けれどちょっと投資してみたいなと思うときね、こんなん一番いい株なんですよ。下がったって知れてます、これは。そして、まあ、今後の世界の自動車製造というのを考えた場合、もうトヨタがもう世界の並み居るメーカーを差し置いて、もうどんどん伸びていくのが明白なのでね、ハイブリッド車のことを考えても、あと水素自動車のことを考えても、まあ、こういう株を持っていくのも、でずっと配当もらったり、そして値上がり益を5年ぐらいね経って 1.5 倍とか2倍になった時にポンと売るっていう、こういう本当素人の投資なんだけど一番確実ですよと、その意味で今回トヨタ株からお話ししました。久しぶりの投資の放送ですね。いかがだったでしょうか。もし反響が良ければ他の株価銘柄ね、他の銘柄とか株価とかの分析もやってみたいと思います。